オデッサ作戦。資源の乏しいジオンの生命線を断ち、同時にヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反抗作戦である。狙いはオデッサか。そのようです。だが戦線は地球全域に広がっている。オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ。価値は作るものです。使い道ならいくらでもあります。なるほど。策はあるのか。お任せを。我々がゴビ砂漠での戦いに駆けつけた時、すでに戦いの趨勢は消していた。我々が補給基地を守り通したことにより、散り散りになっている部隊を再編成できるだろう。だがそれは全体の中の一握りの勝利であり、この先どこまで食い止めることができるのか疑問だった。一度は退けることができた敵の部隊も再編成が進み次第再び攻め込んでくるだろう。それも近いうちに。11月7日、オデッサ。マクベ司令の要請により、ゴビ砂漠の補給基地を立ち、オデッサの支援に向かった我々は、敵の主力が展開している戦区の最前線を受け持つことになった。オデッサ基地に後方から迫る木馬を、プロイ三連星が仕留めて、前線に戻ってくるまでの間、敵の進行を食い止める。ご苦労。詳しいことはウラガンから聞いてくれたまえ。ゴビ砂漠ではご苦労でした。機関の隊には敵主力が展開している地区の防衛ラインの一角を担当していただきます。情報によれば敵は本日未明に総攻撃を仕掛けてくるはずです。これに対し我が軍は防衛ラインで敵の突出を食い止め、黒い三連星マッシュ中尉は戦死しましたが、前線に戻り次第攻勢に出る作戦です。我々は後手から撃つというのが司令のお考えです。それまでは守りに徹することとのことです。我々は敵主力部隊、すなわちレヴィル本体が展開する地域の防衛を担当することになった。味方主力部隊が敵の別動隊に側面を突かれないよう防衛ラインを形成する。現在の敵の展開状況だが、司令本部からの情報によれば、敵は要所に自走砲を配置して我が軍の動きを抑え、攻撃部隊を繰り出して防衛ラインを突破しようとしているようだ。自走砲を一気に突破してビッグトレイを叩きたいところだが、敵を残したまま進めば背後を敵にさらすことになる。そこでだ。まず自走砲を破壊する。自走砲は射程が長い。支援砲撃を効果的に使うといいだろう。自走砲を破壊した後、一気に突入してビッグトレイを叩く。ビッグトレイを叩けばしばらくの間は別動隊の突出を止められるだろう。その後丘を拠点として敵を食い止め、ガイア大尉とオルテガ中尉が戦線に復帰するまでしのぐ。なお今作戦よりレンチェフ少尉、マニング軍曹が配属となった。以上だ。敵の自走砲隊をやるために支援攻撃を呼べる仕様のザクを最低1チーム配置する必要があるでしょう。サポートにもう1チームを回してもいいですが、そうなると中央の丘には1チームしか触れなくなります。待機チームの方は司令本部の守備に回されますか。それにしても妙だと思いませんか。
本来我々は中央ではなく防備の薄い左翼に配備されるべきだ。さあな、司令本部には何か考えがあるのだろう。俺たちは与えられた仕事だけをこなせばいい。そうだったな、軍曹。これはやられましたな、少尉。さあ、それでは我々の仕事にかかるとしましょうや。やれやれ、我々の隊も随分と大所帯になりましたな。ようやく待機チームと出撃チームが組めるようになったわけだ。もっともオデッサでは全チームが出撃するわけですかね。そうだな。この戦い、連邦との総力戦だ。負けるわけにはいかないから。黒い三連戦のマッシュ中尉が戦死されたそうですね。ランバラル隊員、マッシュ中尉を倒すガンダムのパイロット、一体どんなやつなんでしょうか。ところで、新しく配属されたレンチェク少尉とマニング軍曹ですが、前にいた部隊がボディで全滅したそうです。それだけの激戦を生き延びたのですから、腕は確かに。ただ、あの二人、何かあるよ。いや、なんとなくそんな気がするというだけなんですけどね。ここオデッサでも補給の問題はあるようです。他の戦線よりはマシな方ですけど、今は少佐のおかげで機体に不自由することはありませんが、今後が心配です。今回は待機チームが司令本部の護衛で、出撃チームが最前線ということですけど、当然私は前線ですよね。オペレーターは嫌ですよ。頑張りますから。自分はマニング軍曹であります。よろしくお願いします。ボビでの戦いでは部下を失いました。タイで生き残ったのは自分とレンチェフ少尉だけでした。いえ、大丈夫です。ぜひ出撃チームに加えてください。お願いします。レンチェフ少尉です。以後よろしく。前期行動開始。了解。無駄な時間を潰しておるのか。
失って混乱しています。少佐、ウラガン中尉から通信が入っています。ウラガン中尉であります。マクベ司令からの命令を伝えます。フェンリル隊は K7 ポイントに移動してください。しかし我々がこの戦区を離れればここを突破されてしまいますが。構いません、この命令は最優先です。急いでください。了解、至急 K7 ポイントに向かいます。よろしくお願いします。前期に次ぐ、これより K7 ポイントに向かう。黒い三連星は前線に帰ってくることはなかった。ジオンはまたエースを失った。死闘の繰り広げられている中、移動命令を受けた我々に与えられた命令は、マクベ司令を乗せたザンジバル発進までの護衛任務だった。マクベ司令を乗せたザンジバルは、戦火のただ中にあるオデッサを後にして、空へと向かっている。オデッサの戦いは終わった。もちろんこれで全てが終わるわけではない。ただこの一戦が今後の戦いにおいて重要な意味を持っていたことは確かである。そんなに欲しいのであればくれてやればよいのです。資源は十分手に入りました。オデッサに戦略的な価値などもう何も残ってません。連邦もつまらぬ戦いを仕掛けたものです。前期行動開始。了解。注意から通信が入っています。ウラガン注意であります。マクベ司令からの命令を伝えます。フェンリル隊は K7 ポイントに移動してください。しかし我々がこの戦区を離れればここを突破されてしまいますが。構いません、この命令は最優先です。急いでください。了解、至急 K7 ポイントに向かいます。よろしくお願いします。前期に次ぐ、これより K7 ポイントに向かう。